ダメだ、通信障害。参ったな。エデンズゼロの力を借りればシキたちの場所わかると思ったんだけど。全部見てましたわ、レベッカさん。その声はラビリア。いいえ、超有名 D-Cuber のラビリアですわ。私実は労働区への生き方知ってますの。教えてあげてもいいけど、レベッカさん、私のお願い聞いてくださる？あんたが私にお願い？そう、最近レベッカさんも少し人気が出てきたでしょ。だからコラボ動画撮りたいのよ。あなたにとっても悪い話じゃないでしょ。何すればいいの？これよこれ、魔導少女ぽよぽよルビーちゃんのコスプレしてほしいの。それ女児向けアニメじゃない。題して「噂の D-Cuber レベッカさんはどこまでノリがいいか検証してみた」。やらないわよ。あれ、労働区への生き方教えてほしくないの？あら、似合うじゃない。全く服のサイズ合ってないんだけど。うさぎさんの尻尾はもふもふ、私のハートはぽよぽよ、キャッチミー。この人超有名 D-Cuber のニノ。アニメは宇宙を救うぜ。アニメやオタク系の情報配信してる D-Cuber だね。ぽよぽよルビーちゃんが見えたものでね。邪魔しないでくれる？ニノ、ラビリアの企画かい？失礼、おとなしく見学してるぜ。それじゃあレベッカさん、早速始めるから舞台に上がって。レベッカさんって予想以上にノリがいいですね。いや、そんな恥ずかしいけど、これで労働区への行き方がわかるなら。シキ、ホムラ、待っててね。すぐに助けに行くから。最後にお願い、ルビーちゃんの決め台詞やって。おおもう本当にこれで最後だからね。君のハートをぽよぽよちゃんこ。え、水題して最近調子に乗って勘違いしてる女に水をぶっかけてやった。ドッキリ大成功。やっぱ超ウケる。何？私の友達を笑わないでください。何？あんたロボットのくせに涙流すの？もういいよピーノ。ラビリアを信じた私がバカだった。約束よラビリア、労働区への生き方を。何それ。じゃあねー。あいつ最低だ。災難だったな。だが本当にあんたのルビーちゃん最高だったよ。え、用紙。ここでの会話は全て紅婦人に盗聴されている。だから一言も発するな。労働区への生き方は知っているぜ。ついてきな。アニメは宇宙を救う。超調子よかったなレベッカ。指揮がいたからね。